激戦地バフムト周辺また奪還、ウクライナ軍前進続く。ウクライナのシルスキー陸軍司令官は17日、ウクライナ軍がロシアが占領している東部ドネツク州の激戦地バフムト南方の集落クレシチェフカを奪還したと発表した。ウクライナ国営通信社ウクルインフォルムが報じた。バフムト周辺ではウクライナの前進が続いている。ウクライナ軍がロシアが占領している東部ドネツク州の激戦地バフムト南方の集落クレシチェフカを奪還したと発表した。ウクライナ国営通信社ウクルインフォルムが報じた。バフムト周辺ではウクライナの前進が続いている。ウクライナ軍は15日、同じくバフムト南方の集落アンドレーエフカ奪還を発表したばかり。シルスキー氏はクレシチェフカはロシアを排除し解放されたと指摘した。ゼレンスキー大統領は17日、部隊を称えた。ウクライナ軍参謀本部は17日、バフムト方面でロシア軍の攻撃撃退に成功したと発表した。バフムト方面のほか、南部ザボロジエ州メリトポリ方面で攻撃を継続し、少しずつロシア占領地域を解放していると主張した。バフムトはロシアが5月に制圧した交通の要衝で、周辺で激戦が続く。ウクルインフォルムは17日、ウクライナ軍の東部担当報道官の話として、ロシア軍がバフムト方面に約5万2000人の要員を集結させていると報じており、さらなる戦闘の激化が懸念される。NATO 高官、弾薬価格急騰に警鐘、民間に投資拡大要請。北大西洋条約機構、NATO のバウアー軍事委員長は16日、弾薬などの価格が急騰し、同盟の安全保障強化に悪影響をもたらしていると警鐘を鳴らした。その上で、防衛産業に対する民間の投資拡大を訴えた。オスロで開かれた加盟国の軍高官による会合後、バウアー氏は、弾薬や装備の価格が跳ね上がり、全く同じものに支払う代金が増え続けていると指摘。防衛支出の増加が実際の安保強化に確実につながるとは限らなくなっていると懸念を示した。ロシアによるウクライナ侵攻開始後の武器や装備品の需要急増を受け、ウクライナを支援する NATO は防衛関連の生産拡大を働きかけてきた。バウアー氏は、短期的な利益より長期的な安定を優先させる必要があると主張。防衛産業への投資が民間部門にとって戦略的利益をもたらすと強調した。とりわけ懸念されているのが、ウクライナが1日に1万発を撃つ155ミリ口径砲弾の不足。NATO のストルテンベルグ事務総長は2月、ウクライナが西側諸国での生産を大きく上回るペースで砲弾を消費していると警告していた。その数3350万回。米戦略国際問題研究所のシミュレーションが明かす、中国が台湾全域を支配するラグナロク終焉シナリオがやばすぎる。戦後数十年にわたってありえないと考えられていた次の戦争が目と鼻の先まで迫っている。人命が犠牲となり世の中が大混乱に陥ってからでは遅い。今この国にできることは何なのか。差し迫る台湾有事。我々は台湾侵攻に関する24のシナリオを用意しました。そのうち19のシナリオで、中国はまず日本国内の軍事拠点を叩くという展開になっています。在日米軍基地だけでなく自衛隊の基地もターゲットになる。開戦直後から日本各地にミサイルが降り注ぐ事態にもなりかねません。戦略国際問題研究所 CSIS、 アメリカ政府や日本政府の意思決定にも深く関与し、安全保障分野においては世界最高の研究機関といわれるシンクタンクである。その CSIS が今年まとめた160ページにわたるレポートが各国を震撼させている。次なる戦争の初戦、中国が台湾侵攻を決意したとき何が起きるのかを詳細にシミュレーションし、得られた結論がそこに記されているのだ。冒頭で警鐘を鳴らすのは、レポートの著者で CSIS 上級顧問、元米海兵隊大佐のマーク・カンシアン氏である。氏が続ける。通常、戦争シミュレーションは政府、軍関係者や学者といった参加者の主観に基づき、多くても数回だけ実施されます。対して、我々は台湾侵攻のシナリオを基本、楽観、悲観に大別し、
コンピューターを用いて計3350万回もの試行を重ねました。その結果、極めて客観的な予測ができたと考えています。そのうち大部分のシナリオでは、台湾、アメリカ、日本は大きな損害を被るが、中国は台湾占領に失敗するとの結果になりました。しかしこれはあくまで米軍が日本国内の基地をフルに使えて、自衛隊も米軍や台湾軍をサポートすることが前提です。日本国内の基地を使えなかった場合、これを我々はラグナロク終焉シナリオと呼んでいるのですが、数ヶ月の戦闘の後、台湾全域を中国が占領することになります。世界で台湾有事が現実の脅威と捉えられるようになっている。3月にはアメリカ情報機関を統括する国家情報長官室が年次報告書で、北京、中国政府は将来の中台危機の際、アメリカの介入を阻むための軍事力を2027年までに整えようとしていると明言。一方の中国は、台湾海峡のみならず、南の要衝バシー海峡、沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡にも公然と空母、艦艇や戦闘機を送り込んでいる。情勢緊迫を踏まえて、今当事者である日米台の安全保障関係者は、非公開のものも含め膨大な数の台湾有事シミュレーションを行っている。今回本市は CSIS のみならず、そうしたシミュレーションに関わる国内の研究機関の専門家や元自衛隊幹部を多数取材し、現実的なシナリオを弾き出した。今から数年後の近未来、中国の習近平国家主席が台湾を武力で併合せよとの指令を下す。本特集の本記事と次の記事、日本は本当に台湾有事に対応できるのか、数十万人の避難者の命を助けられるのか、自衛隊が動くためのプロセス、事態認定ののろさがやばすぎる、ではこのような過程のもと、その時実際に何が起きるのかを検討したい。真珠湾の再来、カンシアン氏が述べた通り、まず中国側から見て最も合理的なのは、初動で台湾周辺にある日米の軍事施設基地に先制攻撃を加えることだ。具体的には最前線の与那国島、石垣島、宮古島にある各自衛隊基地、駐屯地、与那国島などに配備されているレーダー施設、沖縄本島の米軍基地と自衛隊基地が標的となりうる。今年3月に独自の台湾有事シミュレーションの結果を公表した日本国際問題研究所の小谷哲夫主任研究員が言う。ヒントになるのは真珠湾攻撃です。日本は当時東南アジアに侵攻したいが、ハワイから米軍が来る、ならば先にハワイを叩けばいいと考えた。今の中国にとって、沖縄など台湾の喉元にある在日米軍基地はまさに真珠湾なのです。リスクが大きすぎるという指摘もありますが、山本五十六も最初にガツンとやれば米国民は戦意を失うはずと賭けに出た。アメリカと互角の国力を手にしつつある中国が同様に考えてもおかしくはありません。現状、日米の空軍力は中国に勝るとされる。だが、いかに最新鋭の戦闘機とて飛べなければ無力だ。台湾軍は中期中の戦闘機への攻撃を見越して格納庫の強化や地下壕への格納を行っているが、自衛隊米軍にはそうした備えが乏しい。カンシアン氏の共同研究者であるマサチューセッツ工科大学国際研究センター首席研究員のエリック・ヘギンボサム氏もこう指摘する。我々のシミュレーションでは、ほとんどのシナリオにおいて中国側は初手もしくは2手目で在日米軍基地へのミサイル攻撃を決断しました。米軍が台湾を支援する際、頼りにできるのは日本国内の基地だけだということ、これが最大の問題なのです。日米側が戦闘機を置いておける基地は沖縄など数カ所しかありませんが、中国は国内各地に戦闘機を分散させられる。もちろん米軍は空母を出撃させますが、現代の戦争では対艦ミサイルや戦闘機の大きな的になるだけでしょう。近づくことすらできない。同時に台湾ではもちろんのこと、沖縄や南西諸島、場合によっては九州や本州でもサイバー攻撃や陽動作戦、インフラへの破壊活動が行われることは間違いない。
島々を結ぶ海底ケーブルは寸断され、中国空軍の電子戦機が飛来し、強力な妨害電波がばらまかれる。携帯電話もインターネットもテレビさえも使えなくなる地域が出るかもしれない。国士舘大学准教授で危機管理学が専門の中林博信氏が言う。14年にロシアがクリミア半島を電撃的に占拠した際には、翌年末までにウクライナ国内で1500件以上のテロが発生し、その大部分は軍や政府機関が対象でした。台湾有事に絡めた日本に対する攻撃としても、自衛隊や警察に対する直接的な襲撃だけでなく、空港の爆破、施設へのドローンの侵入、政府要人や自衛隊指揮官に関するフェイクニュースのルフなど、想像できる限りのあらゆることが起きると考えておくべきでしょう。例えば戦端が開かれた当日、那覇空港で民間機の偽装ハイジャック事件が起こって滑走路が半日使えなくなれば、それだけで自衛隊や米軍の行動に甚大な影響が出てしまうかもしれません。